だと思いますね、はい、最後入れて、はい、センターバックの前に多分置くと思いますけど、もしかすると2人置くような形になるかもしれませんね、はい、その逃げ切り策は結構やってますよね。やりますね、どうしてもね中央も疲れますからね。チャンス、大久保左足狙った、宇賀神も右足、伊藤は小さく小泉に預けます。江坂へのクロス、チャンスだ、江坂ヘディング、島橘だ、いよと届けば小林、いいプレーですね。勝率も興梠です。小泉のパス、小泉がですから伊藤とセンター2枚でコンビを組んでます。で江坂がうろうろしながらタイミングを測ってます。さあ関根が中でもらった、興梠にパスした、ギリギリで谷